この漫画は、この、ドロンドロロンっていう漫画ですね。この漫画はあ、あの、先週、2021年の52号で、あの、まあ、連載が始まったばっかりの漫画です。だから現在、2話目までが連載されてるんですけど、まあ、この漫画の世界では、あの、もののけ、まあ、要するに妖怪ですね。このもののけっていうものが、時々人を襲うんですよ。このもののけを専門に、あの、対峙する、 人たち。まあ、あいわゆる侍と呼ばれる人たちが、あの、ふ、まあ、一般ではやっぱあの、対等というか、刀を持つことは禁止されてるんですけど、この妖怪を対峙するために、あの、まあ、侍と呼ばれる、職業の人だけが、あの、刀を持って、あの、もののけを対峙する、まあ、あ職業があるんですよ。この主人公、佐々木ドラは、そのあの、もの、あの、侍になりたくて、あの、 まあ、あの、すごい頑張ってる少年なんですけど、この侍を、侍になるためには、血液検査で、あの、揚力、まあ、あ揚力がないと、あの、この揚力を使って、あの、もののけにダメージを与えることができるんで、この揚力がないと、あの、 サム、あの、侍になることができないんですよ。で、この主人公、力はむちゃくちゃあるんですけど、幼力が全然なかったんですよ。あそのため、あの、まあ、試験に落ちてしまうんです。ところが、あの、ちっちゃい子が襲われてるのを助けようとしたときに、あの、 これ、もののけの、あの、一人なんですけど、このもののけの、この草薙っていう、まあ、妖怪が、もののけでは珍しく、あの、人間を助けようとするんですよ。で、この草薙っていうもののけは、この、刀に変身することができます。要するに、もののけだから、妖力はあります。そして、あの、刀になることで、妖力のない、この主人公も、この二人で組むことで、あの、もののけを退治することができる。 ということで、あの、この二人が力を、力を合わせて、幸せな優しい世界を作ろうと、立ち上がるっていう、まあ、漫画ですね。まあ、これ、新連載されてるんですけど、まあ、一話読んだ感想としては、これ、もしかして、あの、化ける、かもしれないと。あの、鬼滅の刃みたい、鬼滅の刃とか、呪術改とか、チェーンソーマンみたいに、あの、 こういう漫画の第1話で撮っておくと、たまに大化けするんですよ。鬼滅の刃なんか1万7千円まで来ましたからね。だからもうこれももしかすれば化けるかもということで撮っておくことにします。